はい、皆様いらっしゃいませ。こんばんは、スーシロカンナでございます。それではマリオストーリー続きからやっていきましょう。前回は3人目のお仲間ピンキーですね。ボム兵の女の子ピンキーが仲間になりました。ピンキー盾になっちゃったね。ごめんね、ごめんね、ごめんね。カメラ回せるって思ったんだよ。カメラ回せないんだった。で、ノコブロスをボコボコにしに行きましょうというね、こういうことですね、いわゆる。上の門に私たちの思いを伝えるためにですね、底辺社員が思いを思う。底辺社員の思いではないんやけど。でも鍵がいるんやろ。鍵がいるから結局、外に行かないかんのか。で、セーブがあるけど。セーブさせていただいて、こっちに鍵が？あれか、鍵。鍵あれだ。あれだってわからん。鍵っぽいやん、ああいうの。あれが鍵やったらもう、私が攻略本を読んでいるということになりますね。いや、読んでないんやけど。あれ、あっこの下ってどうやって行くの？あ、扉の奥か。なんてポンコツなんだ、やべえな。かなポンコツ化現象が始まってるな。液状化現象みたいな感じでポンコツ化現象が始まって。脳の液状化現象。よし、ありがとう、ピンキー。先行くね。どうせ鍵だろ、これ。正面かな。鍵じゃなかった。コインモドールだった。コインモドールか。どうしようかな。アイテムは使うっちゃ使おうな。つけときたいんは山々やけど、連続ジャンプはちょっとさ、使いたいやん。いや、まあいいか。じゃあいいんやけど。あ、じゃあこれ下にあれか、鍵あったんだったっけ？ここの下。え、ここの下だったっけ？じゃあどう、ん？マップが思い出せ、マップを思い出せいかんな。違う。あれ？どこだっけ？前の部屋か。ごめん、めっちゃ迷ってるわ、今。ノコブロス、ちょっとわかりやすくしとけよ、もう。ジグに迷ってるよ、ここだわ。上も。よし、鍵ゲットして、ありがとうね、ピンキー。ピンキーちょうだい、ピンキーちょうだい。ピンキーちょうだい。あれ、取れらんから、上で。カメキはね、やっぱ、このゲームの何がいいって仲間をちゃんとね、アクション、仲間のアクションを駆使してね、攻略をしていくのが面白いのでね、これは。こっちで合ってた。合ってた。自信のなさが、自信のなさが見受けられる。こら、こんなん当時はクリアできらんわな。今でこれやもん。今でこのレベルですかね、私の技術って。いやいやいや。全然ね、真面目にやってるんだよ、毎回。毎パートクソ真面目にやって、ここで。アイテムじゃないよ。これあー、使った、もったいな。お前、無駄に飲んだぞ、マリオ、おめ。無駄にシロップ飲むなよ。喉イガイガしとったんか、お前。もうこれ渡るでしょ？外すでしょ？当てるでしょ？これの繰り返しやねん、純粋に。何も考えなくていい。ノコブロスも大変やな、こんな、毎回。毎回仲間同士っていうか、4人組でさ、蹴り合っていってるんでしょ、ここ。そう考えると嫌やな。で、下に鍵があるけど、まずここで、ここから、あ、でもあれか、あんま火力的に意味ねえだろうな。せっかく回復したけん、守備ビンしとくか。1だったー、しまったな。これは大ピンチなんじゃないですかね。あ、大ピンチってやつですね。あー、ガードできんかったにゃーん。ここです。ガードできんかったです。
ここで早かったです。命がもったいないな、アムシさん。命がもったいない、本当に。死ぬことないけど。うん、いやーん。早かった。これ、カメキアトックな、あんまり、あんまりなんだよな。うん、なー、なー。オッケー、オッケー、ナイス、ナイス。とどめやな。ナイス、ナイスあ、回復ある。回復もあるし、お金もある。ショップに行きたかったけど、上なんだった？あ、上行けねえだわ。え？はい、一旦これで下ろして、で、下の扉の鍵を開けて、めっちゃ揺れるね。本当に揺れてるよ。開けて、開けてして、よいしょ。あ、雨、降りてもよかった。ここ何だったっけ？ここどの辺だったの？な、ピンキー。ピンキー、これどの辺？どの辺だ、これ。ちょっと出てみていい？あー、最初のところか。これでも一回倒した敵、もう一回湧いたりせんのやね。経験値集めがあれやな。上での鍵ゲットして、で、上に行こうか。アイテム買っとけばよかったな。やっぱアイテムねえわ。パンブロックだけ大事に大事に置いとるけど。モンゴルやるできた。あ、おらん？あ、意外とおらんかったな。これで、あ、水が引くと、困惑するわな、空誰だって。困惑するわ、空誰だってな。水が引くんじゃなかったな。スッて元のか、もうスッて戻るやん。バッチ考える？コイン戻る。いや、ま、こういうのバッチ編成でいいか。これ用に変えとこう。ピメモン出品できなかった。いやクソ、誰がお前は許さん。あ、ミスった。めっちゃミスっていく。続いてくれ。あ、ミスっていく。ガンガンミスっていく。どうしてだ。アイジャンプ、アイジャンプ。振りを奥頼む。お前は奥を頼む。オッケー、いい感じだね。で、動けらんから、これで、とどめと。で、頭突きを、かましていくと。かましていってもいいのよな、時。経験値欲しいからな、とっとと。次は、ハートか。あ、でも、一体どこか一体だけだよ、やべえなって思ったけど、回復ないから。両方。どうしようかな、FP かライフか。どっちがいいんかな。一応今、バッチのおかげで体力上げたりとはいえね。FP も欲しいよな、潤沢に。で、まあ、上がめっちゃ苔だらけやけど、絶対これぬるぬるしてさ、あの、登んでったら、つらーんって苔で頭打つやつやで。プールの、あの、プール開きの前の掃除の音。今、言うとる場合じゃないんでね。これまたちゃうとこか。上先行こうか。なんかこれ、ハンマーチャージじゃねえ、あれ。これチャージじゃねえ。チャージやないあれ。ちょっと待って、完全に仲間帰ります。で、順番も間違えてるやつ。クリオで頭突きしたら死んじゃう。クリオーよくも、よくもクリオー。
クリオの仇だ。安心しろクリオ、大丈夫か。キロクリオなんで失敗すんねん。当たる直前ぐらいでいいやんな。あ、またクリオが犠牲になる。しまった同じ過ちを、同じ過ちを繰り返している。すまないクリオ、あ、迷うごめんクリオ。いや、まあ倒すだからね。ライフも回復するし。これチャージかな。あ、チャージだね。わ、チャージいいな。どうしゃくりよ。どうしようか。あ、チャージでも1だね。ガツン使っ、いや、連続ジャンプ外して、ちょ、多分ね、アクションコマンドがまだ下手っぴやけん。もっと慣れてきたら連続ジャンプにしよう。FP3 やし。ハンマーチャージ多分強かったはず。火力2上げるんやで。ということは打点が4になるんやで、アクションコマンド決まれば。回復ポイントとセーブがある。あ、3人も来たんすか。あ、勢ぞろい。こん、マリオ、こんなところまで来やがるとな。うん、これくらいでいい気になるんだよ。こっちもちょっと油断してたらさ。本気になったらマリオのと、世界近くの俺様たちは相手ではない。いや、まあ。お前なんかこれでも食らいやがれ。キラーだ。これ何？うちなんだっけ？これピンキーかな？ちゃんとあれやな、あの、マリオシリーズおなじみの飛行船の BGM になっとるって、稽古前のピンキーだったわ。これは、メープルシロップだ、ありがとう。マリオがなんでかの、なぜか知らんけど飲み干したからな、持っとったやつ。かわせる？意外とかわせる。意外とかわせる。あ、意外とかわせる。あれ、順番に打つのにかわされるぞ。あ、セーブとかいっぱいある。セーブ、回復して。セーブするな。あれ、どうやって倒しちゃったっけな。忘れたな。うちだってボール硬かった。いやー、ごめんなさい。あー許さん。許さんぞ。頼む、ピンキーさん。お願いします。あ、外した。私が受けるんですか、その分。意見しょっぱ。はい。硬。硬いってことは、爆発で、連打なら負けません。あー、足りなかった。で、マリオさんは、ね、チャージしてもらおうか。チャージして、いっぱい出てきたよ。どうしよう。パウ使っていい。コイン戻る。はい。てない。おっか。ピンキーアタック、ああ、しまった、失敗した。で、ハンマーで、もう一回チャージ積みたいけど、ナイス、3で、あ、3で終わりか。じゃ、ピンキーアタックを、ナイス、1ダメ、キラーが出るけど、チャージして、で、キラーの体力は2なんだな。戦ってる感じで言うと。ピンキーアタックを的確に決めたら、いけるね。倒せるね。で、ハンマーで終わり。やっぱ、チャージでけえな。あ、しかも、レベルアップだね。どうしよっか。FP にしとこうか、今回は。いけるねー。ちょっと、パンもったいない気もしたけど、まあ、いいや、セーブしましょう。アクションコマンドがうまく決まれば別にね、そこまでアイテム消費しなくてもいいんやけど。こういう時にショップとかあったらいいんやけど。そこにマリオが見える。ドアの隙間からマリオが。
あ、どうした？なんか忘れ物あった？大丈夫？なんか顔ついてる私。顔洗ってから実況飛んでるけど、ちゃんと。おい、ブラック、何をしてるんだ？早く早く。何？え、歓迎パーティーでもしようとしてくれてた？マジで？ちょっと嬉しいなぁ。準備いいか？ほら、歓迎パーティーだよ、これ絶対。ちょっと待って。ほら、ちょっと緊張しちゃってる。うわぁ。どうした？巨大なケーキ落とした？何やってんだよ、エロ。かっこ悪いぞ、早くしろ。ケーキ落とすなよ、お前ら。せっかくのお祝いケーキ。OK だよ、レッド。あ、準備できた？よし。それじゃ行くと、みんな格好決めろよ。ドーン。ケーキじゃなかった。ケーキじゃなかった。ガハハハハ、待っていたぞ、マリオ。クッパだと？世界実力で世界一クールなダイモンクッパ様が登場だ。ピーチ姫を助け出そうなのというバカな考えを起こさないようにやっつけてやるのだ。覚悟するのだ。クリオさん、トゲが強いんですよ。そんなダサいなんて。私が我慢してたのに。もともとダサいけどさ、ほら、トゲが。あれ、シビオ中、防御は1、攻撃1。クッパってこんなんだったっけ？なんだか話聞いてたクッパとは違う感じがするな。違うんだよ、実際。ここ、早かった。攻撃 1？ ガハハハハ、我が輩は無敵なのだ。何をしても無駄なのだ。無駄なんこれ。どうしようかな。まあクリオでいっか。どうせあいつは出てくるんだろう、中から。あ、しまった、失敗した、しまった。うん、どうした、マリオ。我が輩に傷一つ、傷はついてるんだよな。ピンキーにしてもよかったか。じゃあちょっとピンキーにするか。チェンジでピンキー。お、あー、ガードがうまくいかない。マリオ、絶対俺たちのことクッパ様だと思ってるぜ。まあそういうことにしといてやるか。しー、マリオ聞こえると聞こえてるんだよな。チャージ使ってもいいんやけど、まあピンキーに爆発使ってもらって、ガードが間に合う。ガードが分からん。どうした、どうした。これで次回作がクッパストーリーなのだ。それはそれで面白いな。なんだかだんだんこっちこっち、あっちこっちが破れてきたみたいだ。大丈夫、マリオはビビってるはずだ。もうちょっと頑張れ。頑張れ、お前ら。持ちこたえてみせろ。もうやってみせろよ、マフティー。マフティ、じゃあ、お願いしますね。早いな、結構連打いるな、爆発って。かな、いけないっす。上げ切ったぐらいな、手。終わりだよ。しまった、クッパ様にもう褒めていただいた完璧な作戦が。これ褒めたクッパも褒めたや、ほやで。褒めた顔やで、これはこれで。もうちょっとあったと思うね。どこ村つ四兄弟三長。ソテゴ。マリオ、俺たち兄弟の力、お前してがいい。連続でしたか、連戦でしたか。よしよし。ピンキー、おめえ強えな。クリオに変えたいけど、まあ、ピンキー兄さんで頑張った方が早い。ここはな、過激にしてあげたいんやけど、起き上がるか。まあじゃあ一番下を叩き潰そう。2人5か。1人5か。ナイス。あ、でもあれやな、これクリオの方が強えな。ね、立て。30連。横村スクリューアタック。
何言って言って行こうかな。バンバン聞く。あ、ぐらつくね。じゃあピンキーさんに行ってもらってそう、これ一人一ダメージって感じか。チャージで残ってもいいけど、ワンチャージ挟んどっか。ワンチャージして、ワンチャージからのピンキーアタックで次ターン、次のターンに起き上がったかで、ハンマーしとくと。これで落ちるやろ。ピンキーさんに、お願いします！ピンキーさん！あ、ピンキーさん？失敗したな、お前。どうした？もう二人しかおらんの？なんか言えよ！なんか言えよ！くそ！なんか言えよ、お前ら。もう、ほんとに。俺全員調べやったら結構きついな。せやんな、これ一体一体多分クリオで調べるんやんな。ナイス、オッケー、シンキュー。もうチャージねえからな。チャージっていうかフラワーポイントか。爆発に、え、爆発2発で、あと何に使ったかもしれん。何回使ってたな。忘れたわ。起き上がってきても、アクションコマの決めやすい方のハンマーでいっちゃってるからな。仲間ゴレット、お前だけやと、もう仲間おらんぞ。仲間大切さを知れよ。すまんすまん、防げてしまった。ごめんごめんごめんって、防げるって思ってなかった。今ただのどこどこやねんけど、こうなってしまう。調べる最後、ネットだけ調べよう。だけ、戻しにして。ノコノコレッドだ。ノコノコレッドリーダーだ。でもただのノコノコだよ。クリオさん、口割らないっすか ?HP は5、1、防御も1。防御力は少しあるけど、ノコノコと一緒にジャンプでひっくり返せるんだ。起き上がるとか、私はスクリューアタックをしてくるから、できるだけ早くひっくり返そう。もうできないんだよ、スクリューアタック。もう彼は一人なんだよ。彼一人ではスクリューアタックでも何でもないんだよ。もう二度と起き上がれなくなっちゃったし。どっちがあったのかな。あ、経験値欲しい。もう一回やろう。うわー、しんど。グーじゃなくて、サムザン、あーあ。ピーチ姫好きなん、お前ら。おい、誰か出してくれ。ちゃんと埋めてやる。ピーチ好きなんやな、お前ら。愛好家か。で？あ、星の精がおるんだったっけ？まず一人目の方はカードに閉じ込められてるんか。宣伝、ミレニアムアイで見られたんかな。ミレニアムアイでカードに閉じ込められてしまったんか。なるほどな。やっぱ、そうだと宣伝アイテムの持ち主やったんか。なるほど。ヒゲ面のジジイができたな。ステージクリア。ファーストステージクリアですね。トリデオノコブロスをやっつけて、マリアたちは一人目の星の星を助け出すことができました。残りの星の星はあと6人です。一刻も早く彼らも助けてあげなければなりません。ヨコワルドと星の国。そしてピーチ姫の未来はマリオたちの活躍にかかっています。マリオの冒険はまだ始まったばかりなのです。続けましょう。もうちょっと続けようかな。時間的にはいい感じっちゃいい感じだけど。あ、でもピーチバートになるんか。それ考えてなかった。
まあいいでしょう。マリアは今頃どうしてるのかしら。怪我でもしていたら心配だわ。怪我はしてるけど大丈夫。きっと大丈夫ですよ。今頃星の先生も助け出してるに違いありませんよ。なんて、何を知ってんねん。そうね、受け入れられちゃった。私もメソメソしてばかりはいられないわ。なんとかしてここから逃げ出す方法を考えなくっちゃ。でも扉の向こうには見張りがいるし、向こうの窓からも出られそうになれませんよ。そうだわ。そういえばこの部屋のどっかに秘密の抜け道があるって大臣が話したことがあったわ。ティンク、それを探してみましょう。はい。あ、動かせる。あ、動かせる。スピンはできない。じゃあ正攻法でいくか。正攻法ではいけらんのよな。この辺ちゃうん。デザインが、こだわりがあるタイプですか。何しますか？パフでもして、パフしてる。お化粧してますよ、この姫様。なんて。なんてお前。なんて優雅な。マリオが頑張ってる。マリオさんの写真。見ちゃいやよ。眠ってる場合じゃない。頑張りましょう。外にも行けない。じゃあもう調べますか。とっとと。はい。暖炉とても暖かいのよ。なんだか怪しいですね。そうかしら。絵の後ろに何かあるみたいですよ。こんなあっさりさ。いけるもんなんだよな。ああ、いけ、回るんじゃないんやね。やった、これで部屋から出られますね。もう絶対暑いよ、ここ。そういう時は手は、振って走った方が早いと思うね。ちょ、そこは回るんかい。もうクッパがビーンっておったら、どう、何をしておるのじゃって、ここは痛い。おや？これは誰かの日記みたいです。読んじゃいましょうか。読む、じゃあ。結構お好きですね。うるせえ。それじゃあ、こっそりと。ない何？あれ？今日は星の国へ行って、スターの杖を奪ってやった。これで我が輩は無敵なのだ。7人の生徒たちも、我が輩の邪魔しないようにあちこちに閉じ込めてやったぞ。今日は少し働いたので、よく働いたので、少し疲れたのだ。逆やったな。晩飯がうまかった。小学生みたいな。どっかで聞いたことがある話し方だな。読むじゃ。曇りのち晴れ。今日はパワーアップ尺パジョで木の小城を高く空高くまで持ち上げちゃった。その後木の小城へ行ってマリオをやっつけてやったのだ。愉快、愉快。その後ピーチ姫を捕まえた。嬉しい。早く仲良くなりたいのだ。クッパ。ピーチ姫、これクッパは人気ですよ。どうしましょう？とりあえずもう少し読んでみますか？とりあえずな、SNS に拡散しとこうか。ドコブロスがマリオにやられたらしい星のせいにも逃げられたんだ。絶対に許せん、憎きマリオめ、思い返しも腹が立つ。でも心配はいらないのだ。マリオでは、アラビン遺跡に閉じ込めた星のせいを助けられっこないのだ。カラカラ砂漠のどこかにあるアラビン遺跡を見つけるには、砂漠の謎を解かねばならない。マリオにはそんなもの、解けるわけがないのだ。だから安心なのだ。安心したからもう今日はもう寝るのだ。お子ちゃん。カラカラ砂漠、アラビン遺跡。そこで星の聖様の一人が捕らえられているんですよ。ティンク、このことをマリオに伝えてくれないかしら。ええー、わかりました。早速マリオさんのところに行ってきます。志村、後ろ。ああ、うっかり我が輩の秘密の日記を置きっぱなしにしてしまった。机の下に隠れろ。誰かに見られたら恥ずかしいのだ。隠れろ。なんでティング。なんでピーチ姫がこんなところにいるんだ。いや、よときよ。おお、我が輩も日記を読んだな。読んでません。知りません。ハム太郎区長で喋っているんだな、普段はって。一人の時はハム太郎区長なんだな、とか思ってます。クッパ様、何事ですか。お前たち何をしようってのだ。ピーチ姫はさっさと部屋に連れ戻すのだ。申し訳ございません、団地に。そこでピーチに乱暴せんのがいいよ。あぁお前チーク。なんで気づかれへんの、お前。え？絶対気づかれるやろ。なんだ今のはって言われるよ。なおさ。マリオ子よ、お主ならきっとやってくれると信じておった。誠に片付けない。心から礼を言うぞ。お主がノコブロスを倒してくれたおかげで、封じられていたわしの力も徐々に戻ってきたようだ。
この体に力が戻ったからには、わしもお主の力になることができようぞ。だっけ、しっかり紹介とかじゃなかったっけ。バトル中に星の精の技を使えるようになった。スタンバーンを使う技だ。星の精の技とスタンバーンの説明を、まあ、ちょっと聞かせてください。あ、中、すばらしい。スタンバーンのゲージ、あ、それね。あなたがアクションコマンドで、チャージできるようになったっけ。1個分のスターパワーは分かる。それは分かるよ。チャージの仕方だけ、やっぱスッキリ爽快で合ってたわ。HP と AFP は1年5ポイントずつ回復できるとか、めっちゃ有能な技や。有能やね。これで星の精スッキリ爽快。1ポイントでしかもできるっていいよね。3ぐらいチャージさせてくれたらいいよ。これ絶対便利だよ。状態以上も回復させてくれたらいいんだけどな。で、スタッフは、そのチャージ方法だけ知りたかったんやけど。全然覚えてないけど、仲間の番、敵の番の速が。で、ターンで回復か。なるほどなぁ。あ、でも、願うもできるのか。願うしたら、ちょっと早くなるっていうことね。欲しい願いってやつやな。少しっていうレベルじゃないな。結構な速さやったね、今。いや、まあ、いいんやけど。キノピオハウスに止まっても前回、キノピオハウス有能すぎるな。あ、アクションコマなら別に無理に失敗したとか、からたまらんとかでもないんや。他の生を助け出してほしい。わしらが何人集まれば、スターフラッシュという技をお主に授けることができる。ゲッター戦やな。この技があれば、スッパの持つスターの杖の力を抑えることができるのだ。わしは星の国に戻らねばならない。マリオよ、今は別れねばならない。だがわしはお主たちをいつも見守っておるぞ。さらばだ、マリオ。助け出せたな、プレイを。はい、セーブ待ってね、セーブポイントだけ。セーブし忘れそうになるから、セーブポイントだけね。よし、セーブさせてもらって。よし、これでコンパートはここで終わりですね。まず、ファーストステージクリア。一人目の星のセーブは。長かったね、結構。でも、すっきり爽快覚えたから結構ね、今後は楽になるんじゃないでしょうか。ってことで、次回の動画でお会いしましょう。せい！バイバーイ！